ドラゴンライダーは、クリストファー・パオリーニによる四部作からなる、ファンタジー小説シリーズである。当初は三部作として執筆されていた。世界的なベストセラーとなり、2006年12月に20世紀フォックスによる、第一作の映画版が公開された。アラゲージア最大の国。人間が属する。民は、ガルバトリックスの圧勢により苦しめられている。帝国の北にある、小さな村。 エラゴンやローランの故郷で物語の出発点。ニカムエルデストで帝国に逆らったため壊滅させられた。村人の大半はローランと共に生き延び、長い旅の末にバーデン軍に入った。アラゲージアに太古より住まう誇り高き一族。ライダー族に卵を提供する代わりに理性を得た。ガルバトリックスにより虐殺され、二頭と三つの卵のみが生き残った。 砂漠を囲む森と山脈の国。この物語の舞台。ガルバトリックスが支配する人間の国。アラゲージア最大の国。アラゲージアで最も高い山脈。地下ではドワーフたちが暮らしている。アラゲージアの南に位置する国。オーリン王の下、密かに帝国に敵対を続けていた。守りの森の意。アラゲージアの北に広がり、エルフが住む神秘の森。 古代語を唱えることで、自らが望んだ結果を生み出せる。とはいえ、自身の力量を超える魔法は、行使できない。魔法を使うには、古代語による思考が必要で、古代語を口に出して唱えることでより安全性と、確実性が増す。魔法を行使すると体力を消費し、体力が底をつくと、当然ながら命を落としてしまう。消費されるエネルギーは、実際に、 それを行った際に消費されるエネルギーと等しく、対象物との距離によっても左右される。ブリジンガーなど実際に使われるものもあり、炎を起こすことができる。ライダーの剣はエルフが作っていて、エルフの作る剣は錆びたり、折れたり、曲がったりしないように魔法がかけてある。刀身の色はドラゴンの色に合わせることになっている。普通の鋼ではなく隕石の輝ける鋼を使って作る。 20世紀フォックス。2006年12月14日に公開。日本では2006年12月16日に公開された。ありがとうございます。